ここね、むちゃくちゃよくできてる。このバックルなかったら、このカメラバッグを買う価値はないと。4万円切りで出してくるっていうのは、ちょっと驚きました。はい、どうも宮田です。今日はですね、いつもとちょっと違う場所で撮り始めておりますけれども、こいつ、クソデカカメラバッグの紹介になっております。はい。エンデュランスって聞いたことありますかね。写真やっててカメラバッグを探したことのある人だったら、まあ、見かけたことある人多いんじゃないかなと思うんですが、スタジオ Q の中原さんっていうカメラマンの方が監修しているエンデュランスシリーズっていうカメラバッグがあるんですけど、それの、まあ、最近直近で発売された、まあ、クソデカモデルプロフレックスっていうものが、まあ、ここにあるんですけど、その製造を販売しているメーカーさんから連絡をいただいて、まあ、今回は紹介するっていう案件になっております。スタジオ Q の中原さんは僕は X とかで、まあ、多少絡みがあるというか、まあ、一応相互フォローというか、まあ、面識あるぐらいの感じかなと思うんですけど、多分認知されてると思うんですけど、まあ、その中原さんが監修したモデルっていうことで、まあ、ちょっと普段のレビューとはなんか立ち位置がちょっとなんかあれなんですけど、その依頼くれた会社の方からは、まあ、感じた点を率直に視聴者に伝えていただけたらっていうことだったので、まあ、僕の感じた点をお伝えできたらなと思っております。いや、まあ本当はあのフラットな視点でこう説明した動画みたいなのは、あの中原さん自身がむちゃくちゃ細かいところまで説明している動画っていうのを出しているので、概要欄に貼っとくのでそっちも見ていただけたらなと思うんですが、僕も全部見ました。これ紹介するにあたって全部見たんですけど、むちゃくちゃ細かい動画出してるから、まあそういうところはまあ僕が説明するほどではないかなっていう感じなんですが、まあ僕も何度か仕事に持ってって使ったので、そういう点含めて僕の使い方の中でこういうとこが良かったとか、こういうとこがまあちょっと気になったみたいな点をお話できたらなと思いますので、興味ある人はぜひ最後まで見てってください。はい、ということで、じゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい、ということで早速説明していきたいと思うんですが、これぶっちゃけ撮り直してます。さっきベラベラ喋りこう機材出しながらベラベラ喋ってたの全部撮れてませんでした。まあ改めて見せますが、これですね、エンデュランスのプロフレックスっていう、まあ、クソデカカメラバッグになっております。リュックタイプですね。こんな感じ、バックパックタイプのカメラバッグになっております。まあバッグ自体の仕様として言うと、いわゆるカメラバッグっていう感じのものではあるんですけど、まあ一つ目の特徴として言うと、この背面アクセスになっています。まあ背面アクセスっていうのはセキュリティが高いというか、背負ってる間は手突っ込まれないから、まあそういう意味で背面アクセスを好む人がいたり、あとはこう開く時にこの背負う部分っていうのを地面にこうやって置かなくて済むっていうのが好きな人もいたりしますね。この背面アクセスっていうものになっています。で、中にこうカメラキューブというかインナーケースというかっていうものが入っているんですけど、これ大きいのが入ってますが、これ M サイズが一つと S サイズが一つっていうものが入っています。なんで必要じゃなければこの S サイズだけをって外して、もうちょっとめんどくさいんで外さないんですけど、取り外して、まあ、カメラ以外のものを収納するスペースっていうのを大きくしたりすることもできます。で、さっきさ、機材入った状態から取り出すっていうのをさ見せたんだけどさ、もう取り出しちゃったんだよな。これ仕事に行く時に詰めたまんまだったから、そこから取り出すところをちょっと写したんだけど、ちょっともう一回詰め直してみるね。これこうしていくか。これロケ撮影だったので、ちょっとストロボのバッテリー類を、まあ一応2つ、まあ1頭だったんだけど予備含めて入れたのと、これクリップオンストロボですねっていうのを入れました。で、まあレンズ、これ 85mm ですけど入れて、あとはまあこうボディをここに入れて、こうか。ちなみにここに入れてたカメラ、ここね入れてたやつは今撮影で使っているので、ちょっとここは空いた状態になりますが、あとは70-200をここに入れて、でこうポロンと落ちないようにね、このゴムのベルトがついて危ねえとか、あともう一本レンズ入れて、これ以前紹介した充電器ですね、充電器兼ケースみたいなやつ入れて、
まあ、ストラップ類入れて、まあ、ブロワー入れて、メディアケース入れて、まあ、これレインカバー付属のやつなんですけど入れて、ここにカメラ入れてみたいな、あとはこういうガジェットポーチをここの、僕はここの上に入れるんだけど、ここに入れてっていう感じで、まあ、たくさん入れることができる。よいしょ、カメラバッグになっています。でこんな感じで閉じて、ここのバックルを止めてやって、で最近腰が痛くてさ、背負うのが大変なんだけど、背負ってやるとこんな感じです。ここにねチェストベルトあるんで、こうやって止めてやると、まあ、安定感も増してすごく背負いやすいカメラバッグになっています。ちなみにこれウエストベルトっていうのがあって、よいしょ、ここの背負うとこの腰のとこ、ここ手通るんだけど、ここにこれは差し込んでやって固定して、ウエスト部分を固定するっていうこともできますが、僕はこうブラブラしちゃって邪魔なのと、あんまり長時間こう背負って移動するみたいな移動の仕方ではない、車に積んで、あの車から会場に行くまでとかなんで、まあこれは基本外して使っていますが、まあこれもつければさらに安定するのかなと思うと、かなり背負い心地のいいものになるのかなと思います。はい、あ、そうそう、ここのバックルね、これこう背負ってる時にこんな感じで背負うんですけど、ここの紐なんて言うんだっけな、これちょっとテロップで出しときますが、ここを引っ張ってやると、これちょっと浮かすか、こうここのね肩に背負う部分っていう、今これちょっとあの浮かしてちゃんと背負った状態にしてますが、こう背負ってる部分の密着度っていうのをこう上げることができるので、これもすごく背負い心地に関係してるのかなと思います。背中の方にひっついてくれると、実際の重さよりだいぶ扱いやすさというか、まあ、軽く感じるっていう言葉が正しいのか分かんないんですけど、あの振られる感じも少なくなるんで、ここもこのエンデュランスプロフレックスっていうバッグのこだわりのポイントなのかなと思います。これめっちゃグッドですね。うん、あとはざっと外観を見ていきますが、まあいわゆるカメラバッグらしく、このサイドアクセスできるポケットがあったりとか、こう三脚の足を入れて、まあここで固定してね、こう側面に三脚を収納できるようになっていたりとか、あとはこちら側には大きくねこうやって開けれるんですけど、僕が使っている、よいしょ、この16インチの MacBook Pro とかが、余裕で入ってくれるようなポケットがあったりとか、これ多分もう一回り大きくても入ると思うんで、16インチなんかめっちゃ余裕ぐらいのポケットになってるんですけど、そういう PC 用のポケットがあったり、一番外側にはこうやって小分けされた収納ポケットがついています。まあカードリーダー入れてたりとか、まあ予備の電池入れてたりとか、レンズクリーニングティッシュを入れていたり、ボールペンを入れていたりしています。はい、ちなみにこれ今気づいた、いいなと思ったんだけど、これ側面見るとこう薄いねファスナー、これ止水ファスナーになってるんで、簡易的な防水というか、雨がちょっと降ったぐらいは余裕って感じになってると思うんですけど、こう薄い感じにこうファスナーが並んでるんですけど、取っ手わざと変えてるんだね。これこういう指引っ掛けられる取っ手になってるのと、こうつまんで引っ張るのになってるんだけど、このファスナーだけで一目見てどっちのポケットか判別つくんで、これもいい点だなと思いますね。うん、あとはちょっとこのカメラバッグの特徴になってるんですけど、この外側にウェビングテープっていう、なんかこう 25mm 幅のテープが縫い付けられてるんですけど、まあこの側面にもあるんですけど、なんかモールシステムっていうのに対応してるみたいで、僕のイメージではなんかめっちゃミリタリー系の衣装の一つなのかなと思うんですけど、ここにテープ通して、まあなんかポーチを取り付けたりとか、まあそれこそカラビナでアクセサリー引っ掛けたりとかっていうのができるようになっています。まあ、この間僕が使ったので言うと、あのアクションカム持っていくときにすぐ取り出せるようにここにケースをカラビナで引っ掛けて持って行ったりとか、あとはまだあの買ってないんですけど、暗いところ用にスッと出せるペンライトみたいな、ライブハウスとか暗いんですよ、こうやって
すぐに照らせるようなのをつけてたりしてもいいのかなと思ったりとか、あとはアクティブ系の人だったらフィルターワークとか多いと思うんで、フィルターポーチとかこの辺につけといて、もうこの状態からフィルター出してみたいな感じで使うのもいいのかなと思ったりはします。あとはこれエンデュランスっていうそのカメラバッグのシリーズとしての特徴でもあるんですけど、ここにロールトップの収納部分があります。これ開けてやるとこんな感じでロールトップでなんかかさばる衣類を入れたりとかね、あとは出張撮影の時にあのお土産入れたりとかもできるんですけど、東京駅にあるバターバトラーっていうフィナンシェ美味しいですよ、ぜひ食べてください。はい、でこのロールトップの中にもちょっとこれ見せづらいんですけど、一応小分けできるポケットっていうのがついていたりとか、まあ困った時にかさばるものを収納するポケットにできたりとか、あとはなんかポーチ類とかバッテリーとかそういうのもここに入れたりできるっていう形になっています。でまあこう巻いてベルトでこうカチャッとはめてやるっていう感じですね。このバックルとかもなんかめっちゃかっこよくて俺好きなんだけどな、これはいいですね。でこれ僕一つめちゃめちゃ好きなポイントではあるんですけど、これ今気づきます？さっきからずっと当たり前のようにここに鎮座しているカメラバッグなんですけど、こいつね自立してくれるんですよ。自立、これはねいいっすよ。自立するカメラバッグはいいです、本当にありがたいです。自立するかしないか、カメラバッグがするかしないかは別に求めてない人からしたらどうでもいいことかもしれないんですけど、これはね現場だとありがたいですね。本当に仕事で行く現場ってすごい恵まれた環境であることも、まあ、あるはあるんですけど、みんなが思うほど恵まれた現場ばっかじゃないよっていうのもあって、じゃあ僕が現場に行きます、でちょっと荷物どこに置いたらいいですかねってなった時に、もう本当に隅の方に置かなきゃいけないっていうことも多々あるんですよ。そういう時にこのカメラバッグはこうもうスッとね自立してくれるんで、これはね僕的には仕事の機材としては本当にありがたい点だなと思います。うん、割とこのベッドの上不安定なんだけど、それでも自立してるからね。この下、今これ和室なんだけどこういうとこに置いても全然余裕で、これ見えてる、これ持たれてないからね、こうやって置いても余裕で立っててくれるんで、こいつはいい子ですね。うん、はい、ということで、まあ、基本的にはよくできたカメラバッグではあるんですけど、僕的に気になる点っていうのもあるので、まあ、その辺をちょっとお話ししていきたいなと思うんですが、まあ、今から話す内容については特に悪い点っていうわけではないです。これ忖度とかではなくて、今から話す点についてはトレードオフというか好みによる部分だと思うので、まあ、そのつもりで聞いていただければなと思うんですけど、まず最初にね、これワンチャン怒られるかもしれないんですけど、もう本当に本音で言うと、このロールトップっていうのは僕はあまり好きではありません。うん、これエンデュランスの、まあ、アイコンというか、多分監修してる中原さんの好みかもしれないんですけど、まあ、大事にされてる部分だと思うんでね、まああれなんですけど、まあこのロールトップっていうのは好みが分かれる部分かなと思います。見た目的にもなんて言うんだろうな、まあ、すごいアウトドアな印象になるというか、こうロールトップって登山系のカバンとかによく使われてると思うんですけど、まあ、そういう印象になっちゃうとかで、僕は個人的な好みではそんなにロールトップのバッグを買うことはないです。でこれね、いい点もあるんよ、ロールトップ、まあ、こうやって開けりゃめちゃくちゃでかくなるから、その非常時の収納部分としてすごい重宝するんで、だからこそそういうアウトドア系のねバッグとかによく使われてると思うんですけど、まあこうたくさん入るっていうメリット、非常時に拡張できるっていうメリットと、まあ、トレードオフの部分だと思うんですけど、まあこう多少こう荷物を入れてこうやって止めますよね。ってなったら、これ取り出すためにここ外してこれ広げてファスナー開いて取り出して、でまたこれファスナー閉じて巻いて止める、これはちょっと僕はめんどくさいですね。なのでまあ本当に好みが分かれる部分かなと思うんですけど、個人的にはこんなにたくさん拡張した状態で使う方が稀なので、この辺に取り出し用のチャック、簡単なねものをつけてもらえたらすごく良かったなと思います、思いました。でも最終的に僕としては、ここ開けるじゃないですか、
これさっきこのガジェットポーチここに入れましたけど、これはロールトップの部分から取り出すのがめんどくさいからです。あ、でちょっとついでに今見せますけど、これこうやって開いてるの、ここねむちゃくちゃよくできてると思う俺は。こういう背面アクセスのやつってここまで開けるやつあんまないと思うんだよね。ここまで開けて、ここまで開けて、こうが一般的だと思うんですけど、このエンデュランスプロフレックスって、まあこうやって閉じた状態からこっちね背負ってる状態だとしたら、右側をこう開けて、こっちも半分まで開ければこう開くわけ。まあ半分まで開けなくてもこうやって開けてやればこっから取り出せるから、俺はこのロールトップの部分を使うよりこっちの方が楽なんで、こっちにすることが多いかなと思います。機材の出し入れとともにね使うものって感じの場合は。でもまあここにも限りあるし、本当に細々したバッテリー類とかをここに入れてたとしたら、もうここにちょっとしたファスナーがあってシュッて取り出しにくくてもいいから、こう取り出せたらよかったなと思います。これ外して毎回開けて超でかいところからちょびっと出すみたいなのは、ちょっと僕の使い道として言うと、まあ不便さが勝っちゃうかなっていう感じだけど、まあもっともっと外に出る人からするとすごいありがたいのかもしれない。衣類とか入れれるからね。まあそういう時期が来たら俺もめっちゃありがたがるのかもしれない。でも本当に好みによると思います。ちょっとだけあの小窓がついてて中の取り出せたらすごく良かったのになと思いました。はい。あとは今ちょうどやってたけど、ここね、これさっき重たいバッグになるから背負うときにこれがあって、ここのストラップを引っ張ってやって体の密着度を上げるとすごくいいよって言ったんですけど、まあ背面アクセスに対してこれを毎回ここ開けなきゃここが開閉できないっていうのは、ちょっとした煩わしさはやっぱり感じてしまうけれども感じるよ。嫌な人はもうこれ選ばない方がいいと思うんだけど、でも僕はこういうがっつり機材入れる系でこのバックルなかったらこのカメラバッグを買う価値はないと思ってます。なんでかっていうと、これね、これ背負うとき必ずこのバックルはめてくださいって書いてあるんですけど、これ外したまま背負うとここのファスナーに思いっきり荷重がかかるんですよね、こう引っ張るときとかに。でこれめっちゃ目が荒いファスナーになってるから、多分かなり頑丈だとは思うんだけど、まあ破損のリスクというか、こういう超でかいカメラバッグってさ、本気の撮影の時に使うものじゃん。で本気の撮影に使いたい本気の機材をまあじゃあ入れていくバッグとして、こういうねファスナーに信頼を置いてその荷重を任せるのかって言われると僕は嫌なんで、ここのバックルってのは僕は面倒くさいか嫌なんだけど必要なものだと思ってます。ちなみにこれ名前出すとまずかったら名前の部分だけカットするか P 入れるかなんですけど、ウランジのあのめちゃくちゃ安いでも大容量入るカメラバッグあるじゃないですか。1万円台とかで買えたのかな。で結構話題になっていたし俺も買おうかなと思ったんだけど、あれはこれがなかったんで買いませんでした。この背負うこの展開するこっち側にこのショルダーベルトがついているのに、この固定具、まあ、バックルでも何でもいいんだけど、これがないから完全に背負った時のこの力っていうのが、持ち上げた時とか背負う時とかにこう引っ張られた荷重っていうのがこのファスナーに全部かかるわけ。それはね、まあちょっと本気で使うようなその大きいカメラバッグだったら俺はちょっと無理かなと思った。この背負うところがこのファスナーに荷重のかからないこっち側、こっちにねついているとか、まあ、だったらいいんだけど、このファスナーにこの全重さの荷重がかかる設計っていうのは僕はその許容できなかったのであれは買わなかったんですけど、まあその点もちゃんと考えられているので、めちゃくちゃいい設計なのかなと思いました。まあちょっとめんどくさいけどね。まあこんだけでかいカメラバッグを使うんだったら、まあしょうがない点かなと思います。はい。あとはこれもまあちょっと本当気になった点ではあるんですけど、ここの小物入れの部分は立体物を入れるのにはあまり向いていないなっていう感じ
ですね。入れるとしたら本当になんかメディアとかバッテリー類が限界かなっていう感じはする。なんかケーブル類とかも入れれるけど、例えばそのケーブル類をまとめたガジェットポーチみたいなのをここに入れるってなると多分閉じるの結構きついし、まあここがボコってなっちゃって、まあ、見た目が崩れるっていうのもあって、まあここの小分けされたポーチって使い分けというか、あの入れるものとか仕切れて使いやすいと思うんだけど、まあちょっと限定的な使い方になるかなっていう感じで、そのまあさっき出したようなこういうガジェットポーチとかは、まあこれちょっと大きすぎるんでそもそも論があるんですけど、ここには入れれないので、まあここの上のロールトップ部分に基本的には入れるものなのかなと思います。うん、まあここもデザインとか他の容量とかとのトレードオフなんでしょうがない部分かなと思いますが、まあ一応気をつけた方がいいかなと思います。はい、まあ本体の機能性とかについてはそんなもんかなと思います。今説明した部分っていうのは本当にまあ良くないところっていうわけではなくて、まあトレードオフというかね、向き不向きの部分と、あとただの俺の好みの話をしたんだけど、まあその辺は各自各々の使い方で向いてるのかどうかっていうのを判断すればいいと思うんですが、1個だけね、俺は改善してほしいというかめちゃめちゃ気になる点があるんで、そこだけ最後に言いたいんですけど、これこのトップハンドルですね。このトップハンドルはちょっとなんていうの、使いづらいっす。なんか物としていてめっちゃ大容量で、まあ重量級の機材を入れる前提のバッグだと思うんですけど、このカメラバッグを持ち上げるハンドルっていうのはここにしかないんですよ。ここか、まあこれか、まあこうサイド部分にハンドルがあったりするわけではないので、まあ基本的にはここかなっていう感じなんですけど、これがまあ普通にあのシートベルトの素材みたいなやつをこう縫い付けてあるんですけど、まあ重たいものを入れてる時に持つとこうずっと持ってられるようなハンドルではないんですよね。一瞬持つのは全然いいんですけど、結構食い込むというか重たいものを持つと持ちにくいようなハンドルになってるんですけど、ここだけもうちょっとなんかリッチなものにできたら、まあ見た目としてもかっこよくなりそうだし、僕はありがたかったっす。こう置いてるとこからちょっと移動させるとか、ちょっと持ってなきゃいけないみたいな、背負うほどでもない時とかにまあ使ったりするんですけど、まあ今も結構グイッと食い込んでくるんですが、ここがちょっとだけ良くなると、もうちょっと持ち手としていいものになると、そういう時にも手を痛めずに使用できるのかなと思うし、まあなんか持つたびにちょっと所有感を満たすというか、あ、いいものだなって感じるような部分なのかなと個人的には思いました。でもあんま良くないなって思った点はひねり出してそんぐらいです、ぶっちゃけ。まあひねり出してそんぐらい、まあ、気にならない人は気にならんかもしれん、俺は気になるっていうだけで、まあ、何にせよこれ、まあ、このバックルの部分だったりとか、この持ち手の部分とか、このデュラフレックス製だったり YKK だったりとか結構こだわり詰まってると思うんですけど、でこのサイズ感のカメラバッグを4万円切りで出してくるっていうのはちょっと驚きました。これあの発表の時から僕はちょっと見てて、でその案件をもらう前にぶっちゃけ見てたんですよ、中原さんのこれの説明の動画っていうのは。で僕はあのライブフォトの撮影で東京行ったり大阪行ったりっていうのもあるんですけど、で東京行く時とかが新幹線で、これ本当に僕のただの個人的な話なんですけど、家の近く の, あの電車の入り口が、地下鉄の入り口が、まあ、階段しかなくて、でキャリーで移動してたんですけど、今までちょっとこう手で持って階段降りるの、エレベーターあるんですけどちょっと遠いんで、こう手で持って階段降りるのできなくはないけどだるいなと思ってた時にこれが発表されたんで、おっと出張ライブフォトの時にいいんじゃないのと思って、あの詰め込んだ画像とかもちょっと出しておきますが、まあこんな感じで使ったりもして、まあその案件もらう前からめっちゃ気にしてたんですけど、値段発表されて4万円切りって聞いて、おおってなって、5万円は確実に超えてくると思ってたんで、まさかね3万9800円とかでしょ、ビビるって、ビビるビビる。まあぶっちゃけパーツの品質とか聞いて耐久性とかっていうのは実際使用してみないと分かんないんですけど、まあこんだけこだわったものを作ってもらってこの容量で4万円切りっていうのは、選択肢として非常に、こういうね大きいカメラバッグを探してる人にとっては選択肢として大いにありなんじゃないかなと思うので、気になる人はぜひチェックしてみるといいんじゃないかなと思っております。
うん、とりあえずあの僕のライブフォトの時の持っていく一式はこれに全然余裕で入ることは分かったので、これからちょっとしばらくそういった撮影の時は使っていこうかなと思っております。はい、ということで、今日はこのエンデュランスプロフレックスっていうクソデカカメラバッグを紹介しました。クソデカカメラバッグを探している皆さんの参考になれば嬉しいなと思っております。はい、ということで、この写真を撮る宮田さんのチャンネルでは写真の話とかカメラの話とか、気になるガジェットの話をしていくチャンネルになっておりますので、面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。またね、継続して、使用していく様子とかも X とかでもあのポストしていくと思うので、ぜひ概要欄にあるリンクから飛んでいただいてフォローもよろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。でもカメラバッグめちゃめちゃいいと思いますよ。僕はこれ使っていきますね。とりあえずこれ持っとけば、あの出張撮影の時入らんってことはないかなって感じです。